うん、同時に。なるほど。ほんで、愛犬法の時も絶対両腕使ってるやんか、ほとんど。編まれてんのが。その、同時に腕2本使うっていうのが、あの、一重の体の動きになるっていう話あ感じじゃないかなっていうかん、あの、やから、あの、もろ手取りで片手取られても、この手取りでグッと押さえられて、よくその、あの、この片腕で開き上げて、やったら、グッと押さえて、これって結構ほら、あの、結局、いつじしまうやから、こっち側に。でも、片手やけども、両手動かすようにしたら、ほら、当たりが。だから、あの、よう、演武の際に、演武でもようあるな、この、2人の方が実は1人の吐き投げするよりも2人の方がこう一重になりやすいんですよ。それに加えてあのこれやったらあの両方2人をあの意識しなあかんやんか。ほらもうこの段階でも演算もしくはその二刀剣の見つけ、それが同時にできてしまうから、この状態でもあれやもんね。意識的にほら、編成するじゃない。確かに。そうですね。二刀剣とか感動面の見つけすると、脳は多分 8Hz みたいな状態だ。あの、なると思います。思考がストップするんだよな。だから思考っていうのは一つのことを特化してやるのには向いてるけど、同時に別々のことをやらなあかんって言ったら固まりやすいから、だからどうしようってあえてどうしようと思わせといて、それでぺちゃんと、だからパニックになって何もできへんか、むしろ何も考えずにできるようになるかのどっちかっていうパターンで、これが二刀剣の極意ですね。極意かもっていう話や、うん、とにかく昨日も電話で喋ってたように思考をストップさせるっていうのがその武道において重要なポイント。思考が走ったらその順番段取りができてしまうから、段取りができるっていうことは時間あの線上の時間が発生する。だからその思考で段取りをもう一切しない状態にして線上の時間を自分から生まないようにするっていうのもあの昨日電話で話したとつながるかもしれない。ヴィパッサナーです。それ考えると昔体操着でね、うん、お尻ちょっと腰のあたりを触るってやるんですか。あ、なるほど。それは覚えてはないけれども、これやったらあのどうしても体操着って一方に意識が寄ってしまうけど、これやったら常に両方の意識が入るから、そうなんです、統一体になるな。みんなあとすると体操着するときに足だけ冷めてこう残ってる人もいるじゃないですか、上半身が残ってる残ってるの。あれを防ぐのにこれを使って小立ちのカランダーにちょっと腰後ろ腰に変わるとキレが増します、うん、だからこの統一体っていうか統一体って結局一人なんやかな。一斉に体全身がこう働いてるっていうのが、これ変身の術あったじゃないですか、うん、ちょっと突きでもまあこれであ普通にあまあ、まあ、バーンって出たあれなんですけど、これでやると切りが増す。めっちゃ切れてる。すごい切れてるね。めっちゃ早い。かなり引きつけておいて、普通に入りながらでもこっち切れると。
かけてやるとより一層速さがだいぶ速いですよね。はい、うん、ほぼ僕のスピードと同じぐらいです。